はい、今ねどこにいるかっていうとね、ブラジルの首都のブラジリアにいます。ブラジリアの近距離バスターミナルのとこにいるんだけど、こんな感じです。で、なんかお腹いったんで何か食おうと思ってね、今このスタンドに来てます。立ち食いスタンド、まあ座ることもできるんだけどね、まあ、こんな感じです。で、今こんな感じで今頼んだんだけどね、さっきなんか黒人の少年たちに恐喝されましたよ。まあ恐喝ってお金欲しいって言われただけだけどね。でもなんかポルトガル語なんでよく分かんなかったんだけど、まあこんな感じです。で、日系人にも見えるからね、多分このブラジルに多いからね、まあこんな感じで今見てます。ちょっと今からいただきます。これで7レアルなんで、安いです。7つったら7,200円ぐらい、安い。ちょっといただきます。一応三段なんで30です。手作りということで、そこで作ってくれてますけども、ね、なかなか美味しいです。まあ結構きな臭い人もいますね。別にそこまで身の危険を感じる方じゃないけどね、お金欲しそうな感じの人で結構いたりします。まあ全然大丈夫だよ。なかなかいい感じです。日本語話してみんなこっち見てる。なんか日系人だと思う。まあこんな感じです。なかなかいい感じです。